今回の能登半島地震では避難指示を受けて沿岸部の住民の多くが車で避難したため渋滞が発生するなど問題点が指摘されていました。このため柏崎市は避難方法や避難所の在り方について町内会の幹部などから意見を求めました。私たちの町内の周りでもやはり大渋滞起きてたんですよ。それの渋滞の中に巻き込まれて帰ってこれなくなるような状態ではそれこそかわいそうな話ですから、まずは動かないでいいからということを伝えていければなと。柏崎市は寄せられた意見を防災ガイドブックなどに反映させたいとしています。